インボルクは、春の訪れを祝うゲルト民族の祭りである。インボルグとも表記される。スコットランドゲール語では、ラフヒル・ブリッジ、アイルランド語では、ラフヒュレー・ブライドと呼ばれ、いずれもブリギッドの日の意味。2月1日、または2月2日に祝うのが、一般的である。南半球では8月1日に行われ、いずれも、当時と春分とのほぼ中間点にあたる。 元々は中世にノルマン人がアイルランドを侵略する前のゲール人支配下のアイルランドでの祝祭であった。アイルランド神話やアルスター伝説の差が、ターチマークエミレにこの祭りに関しての記述が見られる。インボルクはアイルランド神話のクロスクォーターデイズの一つで、他のクロスクォーターデイズはそれぞれベルテン、ルグナサート、サムハインとなる。元々は ケルト神話の女神ブリギッドの誠実である。ローマ神話のミネルアにもなぞらえられる。この女神は太陽の光に加え健康と単野を司り芸術や収穫と家畜、自然にも関わっている。とりわけ羊が子を産む季節や父に大きな役割を担っており、小羊が生まれるとインボルクが近いと言われた。また、 グラストンベリーさんの塔の南西側のドアには、ブリギッドの父絞りの姿が見られるという。このグラストンベリーは、ケルトの伝説、とりわけ、アーサー王ゆかりの地として有名である。また、アイルランド語で、インボルクとは、コワイルランド語の、インボルクに由来し、羊の妊娠のことを指している。中世の用語では、この単語の由来を、オイメリックとしている。 インボルクのすぐ後にキャンドルマスが来るため、インボルクという単語が、時に、英語のキャンドルマスの訳語と思われ、同一視されることもある。そもそも、キリスト教が入ってきて以来、インボルクを、聖職説と重ねるようになったとも言われている。20世紀には、インボルクは、ネオペーガニズムの祭りとして蘇った。特に、ウイッカ、ネオドルイド教。 そして、ケルト復興主義者の間で祝われている。タラの丘の墳墓インボルクの日について、ニューグレンジ遺跡のサイトによれば、新石器時代にはその日が決められていたとされる。これは、巨石文明の頃の、例えば、アイルランドのミスケンのタラの丘、人質の塚のような遺構の配置とも関連があり、遺跡では、インボルクや、サムハインの日の出の際、太陽が、 かつての墳墓の位置の延長線上に登ると言われる。スピノサスモモのハナゲール人支配下のアイルランドでインボルクがどうやって祝われていたかそれを裏付けるものが中世のアイルランドの文献にある。それ以外にも19世紀から20世紀初頭のアイルランドやスコットランドの田舎の民話をまとめたものもある。農業に携わる人々にとってインボルクは古来より メス羊の乳絞り、その後すぐにやってくる、子羊の誕生を知らせるものとして、身近なものだった。研究者のチャドウィックによれば、この時期は、2月の始まりを中心に、前後最大2週間の開きがある。しかし、それぞれの地域の気候もあって、農業の祝祭の時期に開きが生まれると、祭りの時期、そして期限とに関しての議論を呼び起こすことにもなった。 かつて、ヨーロッパの農民は、種まきの前に、土壌の浄化と、宿別のために、松明行列を行って、収穫を司る神に敬意を表していた。インボルクは、そういった、収穫への希望の表れであるとも言える。また、スピノサスモモは、この時期に咲くと言われる。オークニー諸島のバノックかつて、また、今もなお、この祭りは、暖炉と家庭の祭りであり、 日が長くなって、春の兆しが感じられるのを祝うものである。祝いには、暖炉の日と特別な食べ物が用意され、今後の縁起を占うために、ろうそくの日や、天候が良ければ焚き火が用いられる。ウッドチャックインボルクは、伝統的に天候を占う日でもあり、蛇や穴熊が、穴から出てくるのを見守るという古い言い伝えは、北アメリカのグラウンドホッグデーの先駆け的。 存在である。スコットランドのゲール人の、この日に関しての言い伝えに、このようなものがある。シグアンナヘルアズアントールラドンブライド、GED ローブ TR、トロイキアンゼイティ、スニーチドエアーヤックアンレール、ザサーペントウィルカムフロムザホールオンザブラウンデイオブ、ブライド。ゾウゼアシュッドビースリーフィートオブスノーオンザ、フラットサーフェイスオブザグラウンド、ヘビーが、穴から出てくる。 この犬打つなブリギッドの日に、まだ雪は地面の上に3フィートも積もっているのに。インボルクはカリアッハベーラが冬の残りの日々のために焚き木を探す日でもある。カリアッハベーラは冬を遅く終わらせようと企んでおり、インボルクが明るく晴れるのがわかると、今後も続く冬の焚き木拾いに精を出すため、この日が悪天候の場合、人々は、 冬がほぼ終わりかけていると知って安心するのである。満島では、インボルクの日には、カリア・ハベーラが、くちばしに棒を何本も加えた、巨大な鳥の姿で見えるという。クレープ人、清めは、この祭りの重要な側面である。使徒医療とタン野の、ゲールの女神ブリギッドは、キリスト教では、女神と聖人の両面を持ち合わせ、聖なる井戸、医療に加え、 神の人も関連付けられている。ろうそくの明かりと、火は、暖かさの再来と、やがて来る季節の太陽の力が増すことを表している。カトリックの国フランスでは、キャンドルマスの祝いとして、伝統的にクレープが作られるが、その丸い形が太陽を表すと言われる。ある伝説によると、キリスト教がアイルランドに入る以前から、今に至るまで、インボルクには、ブリギッドの、 ベッド作りが続けられている。家庭や町村の若くて未婚の少女や女性がブリギッドを表す人形をトウモロコシで作り、リボンやピカピカした石や貝で飾る。その人形を聖ブリギッドの日の前夜にそのベッドに寝かせる。ベッドは暖炉のそばに置かれ、牛乳やバターやバノックが備えられる。インボルクの前夜、ブリギッドは 地上を歩くという。寝る前に、家族はそれぞれ服を一点か、細長い布切れを外に捧げておく。課長は、暖炉の火をかき消し、灰を平らにならしておく。朝になって、灰の表面に何かの跡がついていたら、ブリジッドが、夜の間、または朝に、そこを通った印と言われる。服や布切れは、家の中にしまわれる、癒し。 または保護の力が与えられていると信じられる。インボルク当日、少女たちはブリデオグを持って町や隣近所を家から家へと巡り歩く。この聖人と女神が合体した人形は大きな敬意を持って迎えられる。大人の女性は家にいてブリデオグがやってくるのを迎え、そしておそらくは硬貨やお菓子を与える。ブリギッドが一年の半分を占める。 光の季節の存在を表すもので、その力が冬の暗い時期から春へと人々を導くものであるため、この時期の彼女の存在は非常に大事である。ブリデオグはその後一年間暖炉のそばに置いたり、壁に吊るしたりして保存される。インボルクの祭り多様な伝統を持つネオペーガニズムの信者はこの日を様々な方法で祝う。 儀礼の取り行い方、起源との多岐にわたり、同じ名前の祭日でありながら、各人により儀式は、相当に隔たりがある。ある信者は、古代ケルト民族の習慣、同様に現在のケルト文化の習慣をも取り入れ、ケルトのしきたりに、極力忠実な方法で祭りを行う。また他の信者は、ケルト文化の習慣がも含めた、 いろいろな習慣の中から儀式を編み出してこの日を祝う。インボルクの行列現代のネオペーガニズム信者は、北半球では2月の1日か2日に、南半球では8月の1日か2日に、インボルクを祝う。彼らにとっては、当時と春分の間にあたる、この時期が、祝祭の時であり、その中間点に、最も近い満月の時期、あるいは、桜草や、タンポポや、 その他の春の花が咲き始めた時、あるいは巨石文明の時代の墳墓と太陽が一列となって並ぶ時期にも、この祭りを行う。他の復興主義者同様、ケルトの復興主義者も歴史的に正確であるかどうか、そして文化の保存を強く主張する。彼らは祭りを伝統的な伝承とケルト六カ国の間で守られてきた。また、 世界のアイルランドとスコットランド移民の社会のしきたりに基づいて行う。また、古い時代のケルトの多神教の信仰について調べることもある。彼らは春の最初の息遣いを感じると、あるいはこの時期に最も近い満月が出ると祭りを行う。ザ・シルバー・ボーやザ・カルミナがデリーカといった文献に基づき伝統的な歌が歌われ、儀礼が行われる。 女神、ブリギッドを称える日でもあり、彼女を報じる多くの人々が、この時期を選んで儀式を行う。ホイール・オブ・ザ・イヤー。ユールの次に、インボルクが来る。ウィッカは、四王妃祭りの一つとして、インボルクの変形させた日祭りを行う。この四王妃祭りは、ホイール・オブ・ザ・イヤーの八つの祭日のうちの半分である。クロスクオーターレイの一つで、 同時と春分の間に位置する。詳しい先生術によると、北半球では太陽が水亀座から15度の位置に達した時であり、南半球では太陽が獅子座から15度の地点に来た時である。この祭りは単にブリギッドとも呼ばれ、ダイアナ派一家ではインボルクはイニシエーションの時期でもある。インボルクは一般的にゲールの女神ブリギッドの祭りであり、 それゆえウィッカの女神の祭りともなる。そのため、この日は女性の祭りとされ、魔女の集会の女性メンバーのための特別な儀礼が行われるとみなされる。現代のイベントとしてのインボルク関連。ありがとうございます。